はい、短期決戦です。12月11日8時27分です。第1646回ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6の予想ね。ロト6過去10回から1が何個あるか2が何個あるかカウント F で調べます。ボーナス数字もチェックします。そうすると重複がチェックされます。で、今後6回、ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回で今後6回なんだけど、1が何個あるか、2が何個あるか、ボーナス数字もチェックします。そうすると、自動的に下に入ってきて、1回も出てない数字が0で示されます。で、4が抜けてるとか、4、31、38、41、42、これ使ってないよね。で、挟まれた数字が10と35。1回だけ出てるんだけど、その両サイドが2回以上出てる数字。まあ、ちょっと特別なんだけど、これね。かぶってる数字。5回以上出てる数字。2、9、26、32、33、40。頻繁に使ってる数字ね。で、3公開。3公開は今後6回。で、重要数字は今5回以上出てた数字。かぶってる数字。準重要数字はボーナス数字。今後6回のボーナス数字。3公開を全部見て目立つ数字。3公開の重複をチェックします。そうするといっぱい出てきます。で、挟まれた数字はさっき言いました。で、前回の数字の分布図。前回の数字を赤で示して、その両サイドをオレンジ色で塗ります。そうすると、前回出てた分布図がわかります。で、20のくらい使ってないとかね。で、並べると、今出てきた数字を全部並べるとこうなります。43個の中から絞られたわけです。まあ、この中に入ってない数字も使うんだけどね。使うんだけど、だいたいこういう分布の仕方をしてましたよっていう、前回、こういう分布の仕方をしてましたよっていう、なんだよ、数字の絞り込みができたと。で、まあ、こう並べてみると、組み合わせてみるとこんな感じになりますと。はあ、まあね。このね、前回の数字をそのままコピーしたのがこれなんだけどさ。それをちょっと崩していくと、こんな感じになっていくという。はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。これで終わります。